こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今回はですね、私が行っております古着屋のボンビューからお知らせがありまして、動画を撮影させていただいております。実はですねということもないんですが、来月の9月でボンビューがオープンして、高円寺のあの場所でオープンをして1年になります。1周年アニバーサリーですね。本当にありがとうございます。皆様の、本当にこれは皆様のおかげだと思っていて、あんなに小さいお店で、駅からも決して近くはありませんし、しかも不定期で営業していて、まあ、基本的には土日しか営業していなくて、しかもその土日も気まぐれでやらせていただいているにもかかわらず、こうやって1年間営業をしてこられたことっていうのは、本当にご利用いただいた皆様のおかげだと思っておりますし、まあ、コロナ禍で来たいけど来れないというふうに言っていただけていることも本当に嬉しいですし、まあ、コロナが明ければぜひお越しいただきたいなと思っています。このコロナ禍で本当にこう激動の1年だったと思うんですけども、本当に皆様にとってもそうですし、私にとっても本当にいろんなことがあって、この人生の中でこんなことを経験することがあるのかと思うぐらいの大変な1年だった方も非常に多いと思いますし、私自身も本当にこうボンビューもそうですし、本業の方もそうですし、まあ、それ以外のところでも本当にいろいろ、本当にいろんなことがあった1年だったんですけども、まあ、それでもこうして1年こうボンビューが営業してこられたことに、本当にこれはご利用いただいた皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。ボンビューにお越しいただいたことがある方もそうですし、お越しいただけなくてオンラインだけご利用いただいている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、本当にそういう方々皆様に本当にお礼を申し上げたいなと思っていて、今回動画を撮影しています。本当にありがとうございます。で、まあ、1年を迎えるにあたり、何かこうちょっと楽しいことをしたいなとか思っていて、パッと思いついたのがいくつかあったので、今回ここでご報告させていただきたいなと思っております。まず一つ目がですね、もうそれはすでに行えたんですけども、要は古着だけではないお店にしたいなっていうふうには思っていて、まあ古着っていうと、まあカジュアルなアイテムがメインになってくるので、まあ、そのカジュアルだけではないっていうところの観点から、スーツのオーダー会をいつかやりたいなと思っていました。まあそれが7月に開催することができまして、まあ無事とりあえず1回目のオーダーは終わったんですけども、まあそのオーダーしていただいた方には本当に感謝を申し上げたいですし、2回目3回目とまだ仮縫いがありますので、まあ引き続き時間作っていただいてご来店いただくことにはなるんですけども、まあそうやってそのスーツを作れるっていう場も提供できたことは本当にありがたいなと思っておりますし、今後は古着だけではなくて、その新しいもの、私が本当にこういいなと思ったものは、古着でも新品のものでもできるだけ仕入れてこう販売をする機会を作りたいなと思っていて、そういうところにもちょっと挑戦をどんどんしていきたいなと思っております。まあ一番初めにロレールのベレー帽を販売させていただいて、まあそれはおかげさまで皆様好評いただいてるんですけども、今後バッグもブルドショップも仕入れていきたいなと思っておりますし、まあそういうふうにこう古着に限定したものではなく、まあ本当にいいものを、こうファッションを楽しめるものを紹介していきたいなと思っておりますので、それは今後も引き続き継続していきたいと思っております。で、2つ目に関しましては、オープンの時に配布させていただいたんですけども、まあ、1万円以上購入していただいた方にエコバッグを差し上げてたんですが、一応今回も1周年ということで企画をしております。同じように1万円以上ご購入いただいた方に、まあ数量限定にはなりますが、トートバッグを差し上げたいと思っておりますので、まあそれも楽しみにしておいてください。私ではない別の人間が、何となく想像つくと思いますけど、 M さんと K さんが頑張って今企画して作っておりますので、いいものが仕上がりそうな気がしておりますので、それも楽しみにしておいてください。バッグ自体は結構好評いただいておりまして、結構
来店してされる方がこうお持ちいただいてたりして、ありがたいなと思ってるんですけども、本当に使いやすいらしくて、まあ、私自身も結構使ってるんですけど、同じようにこう使いやすくて、でもボンビューっぽいなみたいなものを作りたいなと思っておりますので、そちらも楽しみにしておいてください。で、3つ目なんですけども、ちょっとこう一気に詰め込んじゃうとあれなんで、ちょっと段階的にやりたいなと思っていて、7月にオーダー会で、9月には、ボンビューのトートバッグ、エコバッグを配布します。そして8月に何かイベントをと思った時に思いついたことがありまして、それを今回ちょっと具体的に紹介したいと思います。フリーマーケットのようなことをやりたいと思います、ボンビューで。先ほど紹介した M さん、 K さん、もう一人 K さんを加えまして、3人の私物を販売します。ボンビューの店内で、で、まあ、どんなものが並ぶか、それがいくらなのか、それは M さん、 K さん、 K さんにお任せしておりますので、私自身も今全く分かりません。ですが並べます。そして、まあ、ちょっとこう店内をもうぐしゃっと、あのちっちゃい店内でさらにぐしゃっと物を詰め込んで、もちろん普段通りボンビューの商品を並べるんですけども、そこに加えて同じように M さん、 K さん、 K さんの私物を並べていきたいと思っております。日程なんですけども、8月の28日、29日土日ですね、土曜日、日曜日で、営業時間は今までと一緒で13時から19時までの、営業時間で、通常通り営業はするんですけども、そこに商品として M さんと K さんと K さんの私物を並べて販売させていただきたいと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。まあ、私が普段その買い付けをしている商品とは違った目線のアイテムが並びそうな気もしていて、私自身もちょっとなんかいいのがあれば欲しいなと思うようなものがありそうな気はしていて、かなり楽しい会になりそうです。で、まあそれはそれぞれ3人の方の私物と値段決めになってくるので、どんなものが入るのかは全然分かりませんし、まあ私の私物もなんかいいものが、なんかちょうどいいものがあれば持って いこうかななんてちょっと考えたりもしてるので、ちょっと楽しみにしていただければなと思っていますが、まあ私の私物自体はオンラインサロンに入っていただいている方に販売をさせていただきたいなとも思っているので、オンラインサロンで販売するものはとりあえず取っておいて、まあそれ以外にも、まあ、洋服がもう本当に多すぎるので、この部屋にはちょっとボンビューのそのフリーマーケットにもちょっと出して いければななんてちょっと考えてたりもしますので、私の私物も含めてちょっと並べたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。で、8月の28日29日の13時から19時まで営業いたしますので、ぜひお越しください。まあコロナが多分まだその時は緊急事態宣言とか出ていると思いますので、もし万が一混雑することがあれば入場制限とかかけることになると思いますので、そのあたりちょっとご了承いただいて、まあちょっと暑い日が続くので、熱中症対策、コロナ対策十分していただいた上でお越しいただければなと思っております。当日2日間は、まあ、私以外にその M さん、 K さん、 K さんも、まあ、全員来ることは多分ないと思うんですけど、何人かは来ると思いますので、交流も楽しみながら、まあ、フリーマーケットってやっぱりこう売る人と買う人のこうコミュニケーションみたいなのが楽しかったりすると思うんで、まあ、ボンビューは基本そういうスタンスではやっているものの、ぜひこう楽しめる会として、ファッションを、洋服を楽しめる場をこう提供できる一つのきっかけになればなと思っておりますので、まあ、28日、29日ちょっと予定空けておいてください。1周年にそろそろなります。ボンビューありがとうございました。先ほども申し上げましたが、本当に感謝しております。あんな小さなお店で名もない私が古着屋をやっていけているのは、本当にこう皆様の協力のおかげだと思っております。本当に皆様が買っていただいたことによって、なんとか運営をできているなと思っておりますので、これからもいい商品をできるだけ提供していきたいなと思っておりますし、ボンビューのオープンした
こう経緯っていうのが、私が古着が好きなこともあって、その古着サイズが合わないものもたくさんあるんですけども、そういうのをぜひ紹介したい、そして古着をどんなものを買っていいかわからないとおっしゃってる方に提案をさせていただきたい、そして自分自身がいいなと思うものを紹介したい、そういうところから始めました。で、まあ、1年こうや営業をしてきて、なんかこう感覚的にはこう変わっていないものと少し変わったところもあるんですけども、1年を迎えるにあたりこうやって動画も撮影をさせていただいているので、まあ、もう一度こうボンビューのこうコンセプトというか、そのビジョンみたいなところをお話をして、あの締めさせていただきたいなと思っております。あのボンビューというお店は基本的には私がいいなと、本当に欲しいなと、使いたいな、買いたいなと思うものをあの仕入れていきたいと思います。それはオープン時から変わらず、もうずっと変わらず持っているスタンスで、私があまり着たいなと思わないものは仕入れないようにしています。それがどんなにいいクオリティのものであったとしても、なのでそのスタンスは今後もずっと変えることはないと思います。で、まあその中でできるだけ物のいいもの、もしくはファッション性のあるもの、もしくはこうコーディネートが楽しめるものをご提案させていただけるお店にしていきたいなと思っております。そして何よりこう購入をしていただいたお客様がこうファッションを楽しめる、これがあって本当に良かった、これがあって本当にファッションが楽しくなったと思えるようなものが少しでもご提供できるようなお店にしていきたいなと思っておりますので、今後もそのスタンス、ビジョンみたいなものは変えずにやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様も今後ともボンビューをよろしくお願いします。できるだけいいものを、そして私が好きなものを、そしてファッションが楽しめるものを提供していきたいなと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。まあ、皆様が購入をしていただけることによって、よりいいものがこう買えるっていうのが古着屋だと思っていて、あの本当に買っていただかないとなかなか商売もやっていけませんし、運営自体もやっていけるかどうかわからないので、本当に買っていただけるっていうことに本当に感謝をしながら運営をしていきたいなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。とりあえず7月にオーダー会をやって、8月にフリーマーケットをやって、9月にトートバッグをまた配布させていただきますので、ぜひ今後ともボンビューをよろしくお願いいたします。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。